松井正道のハミングタイム、ご覧の皆様こんばんは。今週もですね、引き続き小石志生さんと江藤彩さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。酒蔵見学をさせていただきまして、うん、さらには外でちょっと美味しいものをいただきまして、うん、ですね、ちょっとこの暖かい中で、うん、そこの売店の方で買わせていただいた熱燗をちょっとね、はい、いただきたいと思うんで、せっかくなんでね、はい、女優さんに小石さん、よろしいですか。これはコンプライアンス的に大丈夫だと思うんですよね。別にパワハラ、こういうところでパワハラとかあるじゃないですか。いや、全然パワハラですよ。うん、ね、じゃあ、美しい絵なんでね、これを、うん、ササでございます。ササを召し上がるぐらいじゃないですか。ちょっとやってみましょう。スタートの声があった方がね、あやさん、中さんなんでやれる。いやいやいや、大丈夫ですよ。よーい、スタート。ササを召し上がれ。これはこれは、かたじけのござる。おっと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 、ちょっと少ない。すみません。もうちょっとですかね。おっとっとっと。ありがとうさすがですね。素敵になりますね。になりますね。やっぱちょっと時代劇がね、小石さんいけるんじゃないですか。いけますよ。時代劇オファー来ちゃいますよ。お虫もあるよ。キュンキュン来ちゃいます。キュンキュン来ちゃいますよね。小石さん、この間、はい、一緒に楽曲を作らせていただいたじゃないですか。はいはい。もう小石さんが詩を書かれたんですよ。歌詞を書かれて、松井君ちょっとこれ曲つけてみてみたいな感じで、どんな感じの曲にします？なんかシャンソンとか今いいなと思ってるんだよねみたいな、小石さんお話その時されてて、はいはいはい、ね、うん、それで僕ら地元が岐阜県関市っていうところなんですよ、うん、だからちょっとそのふるさとを思った歌詞を書いてくれねってことで、小石さんを書いてくださったんですよね、うん、あれ本当に素敵な言葉が並んで、なんか詩人のような曲になりました。鏡にきらめく恋の歌っていうのがあるんですけど、ちょっと見ていただこうかな、視聴者の皆さんにもね。川の川面に映る君の頬、緩やかな流れとともに、君との時も流れてしまうのが怖くて、君を抱きしめた。あの日尾瀬の鵜飼い、二人で船に乗りました。かがり火の明かり、君の瞳のきらめきが消えないように、そっとまぶたに触れたっけ。二人の日々がいつまでも続きますように。初めて会ったのは板取川のほとり、君に声をかけたのは質の川、君とそう
長良川。僕たちのふるさとは恋が愛が流れています。君の愛した睡蓮の花、モネの池、白き花透き通る水、君との明日も透けて見えるようで、君の手強く握ったね。あの日たどり川二人の姿映ってた、鮎の群れをよく川も見つめ、つぶやいた聞こえぬように、愛してるよと好きだよと。貴船神社善光寺香れ渓谷、それがね、やっぱり幻想、関の長良川の鵜飼はね、かなり幻想的なんですよね。だからね、多分、ね、反発が来たんだと思う。浜野の町、浜野の町で、うん、どう考えても浜野の町で歌作れないでしょ。ね、だから、はい、そのベクトルがロマンチックな方向に、だから恋の歌なんだ。恋さんがね、セリフでこう、されるんですけど、そうグッときませんでした。来ました来ました。しかもそこのセリフのところで刃物の街って、あ、はいはいはい、ちょっと笑っちゃったんです、ね、すごいっすね。なんか怖いわねっていう感じの、すごい、なんかいい声で、そう、なんかね、説得力がすごいあるんですよ、あのセリフの中に、うん、もうふわっとこう言い聞かせてくれてるみたいな、うん、なんか寝かしつけられてるぐらいのなんかあるわ。それはね、あれはそういう風だったらいいなという、あ、やっぱり願望ですよね。うん、うん、で、ああいう経験全くないんですか。そうなんですよ。いやもう本当にもう経験談を語ってるかと思って聞いてました。そうですか。僕友達もあんまりいないしね。そんなことないですよ。なんかの、うん、暗い人だったんで、自分一人で魚釣ってるのが好きだった。意外です。あ、そうですか。君となんとかなったら全然ないですよ。素敵なんですよ、こういうの歌が、だったらいいなというんですよね。私はてっきりもうどなたかね、うん、こう浮かびながら作ってると思いました、うん、あの頃の初恋の人とかと思って聞いてましたけど。ですよね、うん、
もう他にもね、あの小石さんとあと2曲作って、あのもう一つは馬と鹿の間っていう曲を作らせていただいて、あれが小石さんがコラムやられたんですよ。はい、で小石さんのコラムをあの僕とかの作詞家の葉月香織さんが読ませていただいてて、いやこれも本当に詩的だよなっていう、なんか普通にコラムなんですけども、なんか歌を見てるような感じがするんですよ、小石さんのコラムって。そうなんだ。もうなんかね、ぐっと引き込まれて、もう今日も、ね、オープニング、お正月1回目、今日何して遊びましょうって、お話しさせていただいたんですけど、あれも小石さんのコラムあったんですよ。素敵なコラムばかりで、ね。あ、そうだったのか。そうです。これはもう、そりゃそうですよ、そりゃそうです。もう小石さんの、さて今日は何して遊ぼうかなっていうの、素敵な、ね、締め方がまたあって、これはもうちょっと今日は何して遊びましょうっていう気持ちで入らせていただいたんですけど、小石さんのコラムはそのまんまなんか変な話、歌詞に行くみたいな、まんまこれ歌になるなって、なんか僕らが曲作るので、あ、なんかこの詩に勝手に曲つけてみたいなとかあるわけですよ。そういう言葉を書かれてるので、それがもう大丈夫うじゃうじゃっていうね、あの皆さんもぜひ、あの小石さん、小石生さんのコラボがありますから、もう全ての芝居に本を出されてるのでね、もう本当に素敵なんですけど、そちらの方ぜひチェックしていただきたいんですが、その大丈夫うじゃうじゃっていうのかな、あの作詞家のあやさんの歌詞もね、一緒に制作しました。さんがこれでちょっと歌作りたい、そうそうそう、この詞が、そうそうそう、それでなんか世の中に馴染めないけれどもマイノリティな人詞なので、めちゃくちゃ面白かったですし、あと共感できることもいっぱいありましたもんね。左利きとかね、そうそう、あ、あやさん、私の左利きじゃないんですけど、今本当に歌詞の私もだっていう散りばめられてましたね。少数派の人々をなんか励ます本当にいい舞台だったなと思いましたね。こちらの方は今絶賛配信、ダウンロード配信しておりますので、もうあの松井正道 フィーチャリング、小石姿勢ということで、馬と鹿の間、これ調べてぜひ皆さんダウンロードお願いいたします。まあ、そんなお二人も今回お正月からゲスト来ていただいたんですけれども、2019年、いよいよなんか昔言うと近未来ぐらいの2019年になってきますけれども、2019年はなんかお二人の抱負とかございますか、こんな年にする、じゃあですね、まずあやさんから2019年の抱負をお願いいたします。2019年は、はい、まず挑戦の年、挑戦しているんですけれども、まず、歌も頑張って皆さんにたくさん聴いていただきたい、リリースしたので聴いていただきたいのと、あともう役者としても、ドラマに映画に歌う機会があれば、一番お仕事させていただきたいです。はい、はい、まさに歌手としても、女優さんとしても、はい、大谷選手のように二刀流で頑張っていただきたいということで、できれば、両方眠れて更新しましょう、ね、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。そして大好きな、もう大好きな大先輩、はい、小石さん、はい、2019年どんな年に行きましょう。特に抱負はない。はい、特に抱負はない。はい、そうですね、やっぱり考えない、はい、出たとこ勝負なんです。いつもそのスタイルですもんね。あのライブ人生だから、人生自体がライブになる。もうまさに本のタイトルになってますよね。そうなんです。Life is magic ですよね。そう。そうなんですよ。だからその場その場で。はい。来た。なるほど。安定のさすが大先輩、小石さんでした。どうも。なるほど。そちらお二人も1ヶ月間お付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。ますます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1月のゲスト、あと小石さんと江藤彩さんでした。ありがとうございました。小石さんバーってやって、ああいったところに、こういう裏でいいですか、裏でいいですもん。すごい、さすがですね、40年ね、40年、うわ、すごい。
てきた。いいじゃないですか。じゃあ こちらこいさんの方から、はい、吉崎さんの方へ。これ3人分だと、はい、1枚1500円です。騙されてるじゃないですか。こちらこそありがとうございました。本当に吉崎さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日は沢戸井さんにお邪魔いたしました。吉崎さんも手を